昔からアニメや漫画が好きで多くの作品を見てきたのですが専門学校に入ってから新しい作品に触れるのが怖くなりました <laughs> 気持ちわかるぞどうすればいいんでしょうああ、なるほどなうん、アニメや漫画好きでね見る側の立場だったらどん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 新しいのが出たら嬉しいし見るのが嬉しいんだけどもさあ専門学校に入ったらどうなるのかっていうと周りそんな話するやつばっかりじゃん一番最初嬉しいよ まあこれまで学校でこそ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 話してるようなアニメ話とかさ漫画話とかオタク話を仲間と一緒にできるからねところが仲間が増えてくるとだん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 「えお前あんなの面白いの?」とか「いやあんぐらいだったら」とか「あれはもう昔の焼き直しだよ」とかそういう話がどんどんどん増えてくるとであると同時にあれを超えななきゃいけないけのかとこれまでエヴァとかさ「窓枕でも何でもいいよ」そういうトップクラスのやつはすごいけどもテレビでオンエアしてる普通のアニメなんか あれこれぐらい俺でもできると思って見てるんだけどもさ専門学校に入って課題とかやらされたら目が高く手が低いって言うんだけどもいいいかかに自分ができないのか思い知るよねもうそれはもうあの下本和彦が昔言ってて青い本の中でも書いてたんだけども「プロのの原稿ってていうのをバカにしてたと少年サンデー」の編集部とか「ジャンプ」の編集部行って初めてプロの原稿を見た時にあまりに線が綺麗で「えっ!?」 あの絵が下手だと思っていたまあ例えば話で言うと小林義時とかの生原稿を見たらめっちゃうまいと「あ <laughs> ちょっと待てよ」とあんな下手でなんかダメダメと思ってたやつの原稿こんなに上手いのかこれはかなわないなというのと同じでさ現場に入って現場というのはその専門学校もさもうある種純現場みたいなもんだけどそういうようなところに入るとプライドとか自信みたいなものがもう粉々になっちゃってさ で、新しい作品に触れるのが怖くなりましたみたいな気持ちになったのかもわかんないでどうすればいいでしょうかってもうこれもねまずある業界に入る時には意味のない自信が必要なんだよ俺はもっとすげえのできるだってこれ絶対に必要なので次に必要なのがそれを粉々に打ち砕かれるというステップだから今君はその AB っていうと B の段階にいるわけだ粉々に打ち砕かれるで次の C のじゃあもう周りの友達と仲良くやっていてなんとか専門学校を卒業すればいいやと。 もともとアニメ業界で働きたくてっていう目的がすり替わってなんとか卒業すればいいやっていうような路線変更方向に行くかまあまあそこで踏ん張って何が何でも俺はひょっとしたらこの業界で下手くそかも,かも分かんないんだけどもアニメ作りたいなと思っていくのかによってさその C ステップに進めるかどうかがあ,のあると思うので頑張って C ステップに進みたまえ安心したまえ。 プロの業界に行ったら君がどんなに下手くそであっても君以下のやつはいっぱいいるからすごいよ、プロって上はすごいけど下もすごいから共通点は全員それで堂々と金を取ってるしかないからさ上も下もいろいろいるから。